次に青柳仁志さん。青柳さん。日本維新の会の青柳仁志です。今回この旧統一教会の被害の防止の問題、これは30年前から発覚していた問題であります。当時からですね、言われていた問題に対して30年前に政治がしっかりした答えを出さなかったと、そのことが今日この場を迎えている最大の理由であるというふうに思っております。この当初の30年前にしっかりとした答えを政治が出していれば、今日の被害者の方々もいらっしゃらなかったでしょうし、安倍総理ももしかしたらご存命だったかもしれません。今国民の多くの方々がですね、求めているのはもうこの問題に政治が決着をつけてくれと、そういうことなんではないかと思っております。昨日も総理のもとにですね、国家安全保障戦略の提言書をお出しさせていただきました。その前にはその経済対策についても申し入れを行わせていただきました。さまざまな重要な問題がある、なぜこの問題だけをそんなに重視するのかという声があるのも承知しております。しかしこうした問題にですね、しっかりと答えを出せないような政治に一体国民は何を期待すればいいんですか。もうそういう思いで我が党はですね、犬猿の仲と言われた立憲民主党と協力をしてでもこの問題についてはしっかりとした答えを出す、また対立関係にある与野党を超えてですね、この与党の皆さんともしっかりとした協議を行った結果、今日このようなですね、一定の法案が出来上がってきていると、そのように感じております。総理の方からも本会議において我が党の漆間議員の質問に対して、与野党において新規立法に向けて精力的な協議を重ねてきており、その議論も踏まえて政府としての新法を決定し今国会に提出したと、一定のご評価をいただいております。またこの委員会における我が党澤田議員の質問に対して、河野大臣からも今回は特別なプロセスだったということ、そして消費者庁の黒田次長からは閣法と議員立法のハイブリッドな法案であったという認識が示されております。この与野党の枠を超えてですね、政治として答えを出さなければならない問題にしっかりと取り組むと、こういう姿勢が一定程度機能した国会ではあったのではないかと思っております。こうした中で、今回の法案提出に至るプロセスにおいて、日本維新の会および立憲民主党を中心とした野党の貢献について、またそれらを含むですね、与野党の協力について岸田総理の受け止めを教えていただきください。岸田総理大臣。本年10月から9回にわたり、霊感商法等の被害防止や救済を目的とする、与野党間の実務者レベルの協議が行われたほか、幹事長レベルでの協議も行われてきたと承知をしております。政府としては本年10月17日の消費者庁の検討会報告書の取りまとめ後、消費者契約法等の改正案や新法案を今国会に提出すべく最大限の努力で準備を進めてきたところです。そしてその新法案には特に配慮義務規定など与野党間の議論を踏まえた規定も盛り込ませていただきました。そうした経緯を経て、この今改正案、そして新法案につきまして、ご審議をいただいていると、認識をしております。青柳さん。今ご答弁いただいたとおりですね、さまざまな努力を我が党としても行ってまいりました。一方でですね、やはりこれまでの議論の過程においては、与党、自民党、公明党の方からは非常にこう消極的で後ろ向きな姿勢というのも感じる場面が多々ありました。またできれば次の国会に先送りをすると、あるいはその法案の実効性を高める努力において、われわれの言っている要求をですね、聞いていただけない、そういう点もあったことは事実と思います。一方で、そうしたですね、この政治の抱える難しい問題の中で、
11月7日に総理の示された、この法案をしっかりと作り上げるようにと、こういう一定のですね、トップからのこの声というのはですね、この問題を動かすにあたって、一定のですね、力があったんではないかというふうに考えております。そういった中で、我々としてはですね、やはりこう、すべての要求が通ったわけではもちろんありません。しかし、一定程度、我々としても知恵を絞って、できる限り被害者救済につながるように、また、日本のこの法体系の許す限りでですね、できる限りの答えを出せるように、一生懸命取り組んで きました。そうした、一定のですね、やってきたことに対するこの責任はですね、果たしていかなければならないと思います。従いましてですね、この質疑を通しまして、法案の足らざるところは明らかにしていきたいと思いますし、またこの委員会を通じて条文修正、付帯決議、また採決にしっかりと臨んで、仮に法案が成立したとしても、今後より一層効果の高いこの法案となるよう、見直しにも尽力していきたいと思います。さらには政府・与党としては、行政努力で実効性を高める方策をですね、最大限追求すべきだと思っております。その動きを加速させていくためにおいてもですね、野党としてしっかりと足らざるところを追求し続けると、こういう姿勢をですね、これからもしっかりと担っていきたいと思っております。そのような思いで、今日の質問をさせていただきますが、まず冒頭、今回のですね、法案の目的についてですが、昨日ですね、我が党の堀場議員の質問の中で、今回の法案の名前はですね、法人等による寄付の不当な勧誘の防止に関する法律案ということになっております。そして、与野党協議会の名前は、悪質献金等の被害のための協議会という名前でありまして、救済という言葉はこの中には含まれておりません。このことに関して、河野大臣から、被害の未然防止、そして救済を目的とした法案であることに変わりはございませんと、こういう旨の答弁をいただいております。この岸田総理としても同様の認識であるかどうか、まずはお伺いいたします。岸田総理大臣。はい、結論から言いますと、同様の認識であります。宗教法人を対象とするか否かに関係なく、新法案において、社会通念上、悪質不当な勧誘行為について、現行の日本の法制度の下で、最大限の措置を講じている、これがこの法律のありようであると考えております。青柳さん。はい、まさにですね、名前はどうあれ、被害の未然防止、そして救済を目的とした法案であるということは間違いないと思います。で、このことはですね、被害者の方々、あるいは被害者弁護団の方々が、ずっと求めてきたことであります。で、一方で我々もですね、その消費者庁等と議論をしている中で、非常に感じましたのは、やはり政府側としてはですね、法治国家として、この限られた法体系の許す限り、法技術の許す限りにおいて、最大限の配慮、検討を行ったと、こういうことでありましたが、これはデジタル庁を所管する河野大臣はよくお分かりだと思いますが、この市場においてですね、誰も使えないアプリを作ってもしょうがないということです。そのアプリの開発、プログラムの限界があるんだと、機械の限界があるんだと、それはですね、作る側の言い訳です。最終的に出来上がったものがですね、使われる側にとって使えないものであったら、これはやはり失敗であると言わざるを得ないわけです。ですので、最大限の努力を行うということは、これは当然なんでありますけれども、もしもですね、その中に、おかしな政治的な配慮であるとか、そういうものが入っているとすれば、これは非常に問題があるのではないかと私は思っております。消費者庁の皆様とも議論させていただく中で、この法技術の許す範囲で、できる限り検討を行っていただいているということは承知しておりますが、我々政治家としてはですね、この問題については、もうできる限り合理的に考えて、どのような救済策が可能か、こう考えていくべきだと思っております。その上で質問させていただきますが、今回の法律の第4条にあります禁止行為、そして第3条の配慮義務についてです。これまでも繰り返し質問がされてまいりましたけれども、法案によるとですね、
まあ、この6つの禁止行為のいずれかが行われて、そしてそれによって寄付者が困惑をし、そしてその困惑をした上で寄付を行った場合にのみ行政措置が取れると、こういう内容になっております。まあ、しかしこの旧統一教会の例を見ますと、正体を隠してかつ不安を煽って信仰を抱かせ、その状態を利用して数年または数十年にわたって献金をさせ続けるのが被害の実態です。まあ、こういった中においてはほとんどの被害者は寄付にあたって困惑はしていないので、この法案では救済できないのではないかと、こういう指摘が委員会でも本会議でもたびたびされてまいりました。でその中の答弁では、まあ、マインドコントロールなどにより教義をまあ信じて進んで喜んで寄付していたとしても、まあ、目が覚めて、これは冷静な判断ができるようになってから振り返って寄付の前は困惑していたと、3年以内に本人が認めれば寄付の取り消しが行えるという内容だと思っております。でまあ、基本的に困惑をしていないというケースは非常に少ないというのが消費者庁の見方だと思いますが、客観的な事実としてまあ立証できるのではないかと、不法行為としてですね、ということをまあ言っています。まあ、しかしながらですね、教義を信じ続ける人、つまり目が覚めない人、それから2世の方のようにですね、そもそも物心ついたときから教義を当たり前と思っているような場合は、目が覚めることはないので、意思決定における瑕疵はまあ認定されないということで、まあ、本法案では救済できないのではないかと思いますが、この点についてお伺いいたします。河野大臣。ご指摘のような事案につきましては、相談体制の整備も必要となるわけでございますので、関係省庁連絡会議において、被害者の救済に向けた総合的な相談体制の充実、強化のための方策というのを取りまとめております。そこでは法テラスの抜本的な充実強化、あるいは宗教2世も念頭に置いた精神的、福祉的支援の充実、および子ども・若者の救済について、各関係機関で実施する具体的な諸策策を明記し、これについてそれぞれが連携して取り組んでいくということが確認をされております。政府として、引き続きこうした取り組みを通じて、被害者の救済に万全を尽くしてまいりたいと思います。青柳さん。法案がですね、このまま成立したとしても、政府として努力を最大限行うというご答弁をいただいたものだと思いますが、まあ、それ以前にやはりこの法案に関してですね、まあ、そもそも旧統一教会の献金被害の実態からすれば、禁止行為ではなくて、配慮義務規定の対象行為、これは自由な意思の抑圧、本人や家族の生活維持を困難にすること、そして正体を隠して寄付の使途を誤認させること、まあ、これがまあ確信ではないかと、まあ、こういうふうに思うわけです。やはりここはですね、配慮義務を禁止事項というところで扱うべきではないかと思っております。まあ、それに際してですね、まあ、その明確な定義ができないというようなお話ありましたが、昨日のですね、参考人質疑の中でもですね、まあ、旧統一教会に関して言えば、もうどのようなやり方で、行為でですね、まあ、本人に配慮義務に書いてあるような状態を作っているかという、その被害実態は、もうほぼ完璧に書き出すことができるというふうに、まあ、おっしゃっているわけなんです。ですから、外形的にこれを捉えてですね、明確なその団体の行為として認定することも可能だと思うんですけれども、まあ、この点についてお伺いいたします。河野大臣。禁止行為というのは、法人がどのような行為をしてはならないのかを的確に認識できるよう、その類型および要件を可能な限り客観的で明確なものとして規定するべきと考えております。配慮義務につきましては、適切な判断をすることが困難な状態など、勧誘によってもたらされる結果としての個人の状態の方を規定をしております。これはいかなる行為によるものであったとしても、寄付勧誘の際にはそのような結果をもたらさないようにすべきという規範を示すものであり、禁止対象行為を規定する禁止行為とする場合よりも、こうした結果を招くより幅広い行為を捉えることができるため、民法上の不法行為の認定、およびそれに基づく損害賠償請求を容易とする効果は高いというふうに考えております。青柳さん。幅広い行為を捉えることよりも、
捉えた行為をしっかり不法行為として認定することの方が大事ではないかということを申し上げているんです。今の配慮義務のですね、その幅広く捉えた行為では、その民法、裁判において民法上の不法行為に認定され、そして損害賠償の請求にこの直結するものではないという見解は、これはさまざまな参考人を含むその弁護士の方々からも示されております。この配慮義務の部分はですね、幅広くその捉えることよりも、捉えた行為をきちんと裁判において不法行為に認定すべきであると、そこをしっかりとですね、法律で担保すべきだと思うんですけれども、この点についていかがでしょうか。河野大臣。今の配慮義務の方は、個人がどのような状況になるかという結果としての個人の状態を規定しております。その状況に個人が陥るためには、法人側のさまざまな行為がこれあるわけでございまして、それを規定をしていくと、今よりも幅が狭くなってしまって、救済できないケースも出てくると思いますので、政府案適当だと考えております。青柳さん。ここはもう完全に見解の違いだと思います。そして我々は我々の考え方の方が合理的だということを自信を持って考えております。幅広く行為を捉えることではなくてですね、もうその幅広く旧統一教会がやってきたことっていうのはもうすべて書き出せると。そして先ほど来から河野大臣お話ありましたけど、これは個人の状態を示しています。それは今の条文はそうです。今の条文のまま禁止行為にしてくださいとは申し上げていません。そうではなくて、団体がそのような状態に個人を陥らせるための行為というのはすべて書き出すことができるのだから、そこをやるべきだ。で、おっしゃる通り、今の配慮義務の書き方の方が幅は広いかもしれません。しかし、その幅を広げることではなく、その不法行為としての認定のですね、可能性を高めることが、まさに被害者救済につながるんではないかということを申し上げているわけです。そういった意味でもですね、この点はこれ以上話をしてもですね、見解が近づくことはないと思いますが、そういった観点からもですね、やはりこの今の配慮義務に関しては、一定の行政措置をですね、取ると、こういうことを、できればやはり刑事罰までつけるというところが非常に重要だと思います。刑事罰の内容が何であれ、これは刑事罰を受けた団体というのは当然、これは解散命令の対象としてですね、極めて大きな影響を受けるわけですし、それに類するような報告や勧告、あるいは命令といったものも一定の効果があるのであれば、やはりそれはできうる限りですね、つけていくべきだと、このように考えております。続きましてですね、第4条の禁止行為の6におけるですね、必要不可欠と、これも何度かお話が上がっておりますが、について、お伺いいたします。この今、第4条の6においてですね、禁止行為として認定されるにはですね、その不安を煽るとかですね、そういった行為をされた上で、これは必要不可欠だというふうに言われる必要があると、この必要不可欠の不可欠というのが、あまりにもこの過重でですね、重すぎてですね、対象が狭くなりすぎるんじゃないかという指摘は、さまざまな党からあるわけですけれども、我々もそのように思います。しかもですね、その上で、必要不可欠な上で、困惑をしていないと禁止行為にならないわけです。これつまり必要不可欠で困惑をするという、この二重の要件を満たす事例というのは、これは弁護団の方々のご意見を聞いておりましても、これはこういう事例は非常に少なくてですね、大半の被害者というのは対象とならずに救済できないんではないかと、こういう懸念が示されておりますが、この点についてお伺いいたします。河野大臣。繰り返し申し上げているわけでございますが、必ずしも必要不可欠という言葉をそのままに告げる必要はなく、勧誘行為全体としてそれと同等程度の必要性や切迫性が示されている場合には適用可能だと考えており、多額の寄付に至るような悪質な勧誘事例の多くはそのような必要性や切迫性を有していると考えております。また寄付をする際に困惑していたと認められるか否かは、個別具体的な事案における事実関係にもよりますが、本人が困惑した、あるいは困惑していたと主張することにより立証することが可能だと考えられます。例えば、寄付に至るまでの経緯、状況等の諸事情から困惑していたと主張し、それが認められる場合には、寄付者の取り消し権が生ずると考えられます。
以上のことから、悪質な寄付の勧誘にあっては、いずれの要件も満たす事例として該当することが多いと考えております。青柳さん。ちょっと今、説明がいくつか混在してたんですが、困惑に関しては先ほど申し上げたとおりです。目が覚めない以上は困惑としては認定されないわけですから、そこは対象は除外になるということです。また必要不可欠についても、今はこれまでのご答弁、繰り返されただけだと思います。ただ、その答弁自体が一定意味があるものだとは思っておりますが、しかしやはりですね、何が必要不可欠なのか、これは必要不可欠の言葉を出さなくてもいいと。それはそれだけの切迫性があれば大丈夫だという話なんですが、そこはやはりですね、どういう場合が必要不可欠に当たるのかと、そうでないのケースはどういうものなのかというのをきちんと明文化してですね、一定のガイドラインをやっぱり示すべきだと思います。そこでですね、本会議において岸田総理がですね、我が党の漆間議員の答弁においてですね、必要不可欠の規定の趣旨については、法成立後、法律の解釈においても明確にしてまいりますということをおっしゃいました。これ、具体的にどのように明確にするのかということをお伺いしたいのと、もう一つですね、やるんでしょうから、そのやるときにですね、このもう少しですね、分かりやすくしたらどうかと思うんです、この条文を。この重大な不利益を回避するためには、当該寄付をすることが必要不可欠であることを旨を告げるという文言は非常に曖昧です。これ、なぜ曖昧かというと、必要不可欠なというこの形容詞ですね、程度がどう表せ出しているのか、形容詞の程度をこう表そうとすると、なかなかこれは難しいと思うわけです。ですから、例えば、その重大な不利益を回避する重要な手段と称して、寄付を要求することとしてはどうかと思うわけです。で、この重要な手段というのは名詞ですから、これに対してですね、この具体的な場合分けをした方が、この先ほど、岸田総理がですね、本会議でおっしゃっていたような、法律の解釈において、この明確にしていくという趣旨の中で、より容易なんではないかと思いますが、この点についてお伺いいたします。河野大臣。総理の答弁にありました法律の解釈につきましては、理解しやすい解説資料を消費者庁のホームページで公開するなど、正しい理解に資するものとするために、可能な取り組みを行っていきたいと思っております。繰り返しですが、必要不可欠と同程度の必要性や切迫性を示すものとしては、例えば、絶対に必要、この方法以外にはない、そういったものが適用されると考えられており、それらが必要性や切迫性を示しているかどうかについては、その勧誘行為全体で判断されるべきものであります。また、重要な手段というふうにする場合には、一般に許容されている宗教活動などにまで対象が広がってしまいかねず、必要不可欠とまで告げて寄付を迫るものはその分、真に取り消しに値する程度に悪質性が高いと考えております。青柳さん。まずですね、法案成立後の努力をしっかりして、明文化するなり、Q&A を作るなりで、この不可欠、必要不可欠なという言葉についてですね、よりこう裁判の、あるいはその団体に対する抑止の観点でもですね、何をやっちゃいけないのかというのは明確になるようにですね、そこは政府の努力を引き続き求めていきたいと思っております。で、加えてですね、今、ご答弁あって、重要な手段としてしまうと、一般的なその宗教行為が全部含まれてしまうんではないかという問題なんですが、これ、ちょっとここは私はそうは思わなくてですね、私もこの件、地元のですね、神社とかお寺とかたくさん回って、皆さんのお話聞いてみました。ほとんどの方が、非常に我々は我々のやっていることに誇りを持っていると、宗教といっても神道だとか仏教だとか、キリスト教もそうだと思いますが、文化と伝統に根ざした、歴史に根ざせた宗教として、その教義が皆さんのですね、多くの人の幸せを願って、本当にこう活動してらっしゃる宗教団体の活動と、それと今回のはもうカルトですよね、カルトの集団のですね、このカルト教団のこの活動というのはやっぱり一緒くたにされたくないと逆にということをおっしゃっているわけです。ですから、少なくとも配慮行為がある中で、禁止行為についてもそうですが、こういう不安を煽って寄付をやるとかですね、そんなことはやったことないという方がほとんどでした。
で、さまざまな業界団体の声は、まあ、自民党、政府として聞いていると思いますが、まあ、必ずしも業界団体のですね、偉い人の声が、その業界団体のすべての人の総意というわけではないと思いますので、まあ、そのあたりはやはり実態を踏まえた上で、しっかりとした今回はこの旧統一教会のような、こういったカルトに対する規制をですね、しっかりとの、カルト規制ではありませんが、カルトをやる行為に対する規制をしっかりとかけるというところを、やはり重視していくべきではないかと考えておりますし、まあ、これまでも訴えてきたところであります。まあ、次にですね、宗教2世の方の救済についてお伺いしたいんですけれども、今回、まあ、特別、今回ですね、未成年者がですね、まあ、宗教2世の方が、もしこの今回の法案に基づきですね、債権者代位権の特例措置というのを、まあ、行使する場合にはですね、これは特別代理人というのが必要になります、未成年ですので。ですので、その際にですね、行政官というのは特別代理人にはなれません。つまり、実際のケースを考えると、まずですね、この宗教2世の方が未成年だった場合、まず親の意思に反して裁判を起こすということをやらなきゃいけないんですね。しかも親の意思に反して、この大体相談に乗ってくださっている児童相談所の職員だとか、まあ、そういう行政の方々ではない誰かを見つけてきて、その人に特別代理人になっていただいた上に訴訟を起こさなきゃいけない。能力とか環境が許さないとそもそも思うんですが、その上でさらに特別代理人をという、この二重のハードルになっているわけです。まあ、これに関しては非常に問題だと思っておりまして、この二重のハードルを超えられる未成年、子どもというのは一体何人いるんだろうかと。ほとんど思い当たらないんですけれども、この法案では今苦しんでいる宗教2世は救われないと率直に思うんですが、政府としてその点についてはどのようにお考えでしょうか。また、どういった手立てが考えられると、これは総理にお伺いしたいんですけど、どんな手立てが考えられると総理はお考えでしょうか。では、まず河野大臣。債権者代位権の行使の前提として、扶養義務等に関する定期金債権を確定するための裁判手続きを取る場合、あるいは債権者代位権を訴訟で行使する場合には、親権者と異の利益が相反する行為に該当すると認められれば、特別代理人が選任されることになります。その際、扶養義務を果たしておらず、ネグレクトに当たるような場合には、児童養護施設や児童相談所の職員において、特別代理人に選任されることは想定されませんが、事実行為として特別代理人の選任の手続きを紹介をしたり、法テラスの利用をサポートすることが考えられます。こうした点についても、Q&A の作成などの対応を行ってまいります。このように法テラスを中心に、児童相談所などの関係機関との連携を強化し、未成年者に対する支援の充実を図ってまいります。また、新法や改正法は原則として、施行日以降の寄付の勧誘について適用されるものでありますが、消費者契約法の改正法案では、霊感等による知見を用いた告知の場合の取消権の行使期間を延ばした上で、時効が完成していない現行の取消権の行使期間も延ばすこととしております。これにより、現在被害に遭っている方の救済範囲を広げることができると考えております。さらに、新法案の配慮義務につきましては、それ自体が遡って適用されることはありませんが、寄付行為にあたっての規範を示すものであり、こうした規範は過去の寄付に関する被害についての民法上の不法行為の認定、あるいはそれに基づく損害賠償請求の裁判の実務においても考慮される可能性があると考えております。過去、いわゆるマインドコントロールを受け、現在も不安を抱いている方に対し、その不安に乗じ寄付勧誘を行うことを禁止行為とすることで、新たな被害の発生を抑制する効果もあると考えているところでございます。岸田総理大臣。政府としてどう対応するかというご質問ですが、具体的な対応はまず今河野大臣から説明させていただいた通りであります。そうした今説明させていただいた対応が今度適切に行われるために、法テラスを中心に児童相談所等の関係機関との連携を強化し、
未成年のこの宗教2世の方等に対する支援、政府としても充実をさせていくことは重要であると認識をしております。青柳さん。はい、政府としてのですね、努力というのはもう最大限これはやっていただきたいと思うんですが、河野大臣の答弁の半分以上は私の質問に対するものではありませんでしたので、よって内容に関してはですね、やはり私申し上げたとおりで二重のハードルがあるというこの点については、認めているということだと思います。これは法律としてですね、未成年者であるから親のこの意思に反したですね、措置を起こさなければならないという状況で、また親ではないその外部のですね、行政官でもない、特別代理人がいないと訴訟を起こせない、おそらくほとんどの子どもは不可能だろうと思うわけですけど、ここがまさに冒頭申し上げたですね、話で、やはりですね、被害者の救済を行うという目的が果たされなければ、やはり法律の意味はないと思うんです。限られた法技術の中で、法治国家としてのその法律の枠組みの中で最大限の努力をしましたと、それはその先ほどのアプリの例ではありませんが、私の持ち得る技術と、そして今の世界のテクノロジーによってですね、最大限のアプリを作りましたと、でも誰もこれ使えませんねと、ユーザーに評価されたらおしまいなわけです。ですから、そういうところがまさに感じるのがこの点にあります。この点はですね、今後の法の実効性を今、河野大臣からもさまざまな政府の努力、今後の努力というのをお聞かせいただきましたが、そういったことを含めてですね、最大限行っていくべきだと思っております。それからですね、法案の立て付けについてお話をお伺いします。これもそもそもという話なんですが、あらゆる寄付のですね、今回の法案は一律の規制案になっております。これはですね、主語がですね、法人等なんですね。でここが、私は最大の問題だと思っておりまして、旧統一教会のような、カルトの組織、団体というのを規制の行為を規制することが、やはり主眼にあるわけです、被害者の救済ということを考えれば。であれば、本来はですね、なぜこの宗教法人に限らず、寄付が活動資金となっているさまざまな団体へのこのがこう対象になってしまうのか。そうすると当然、この法技術的にはですね、さまざまな制約が生まれてきてしまうわけです。もう宗教法人でもない、カルトでもない、通常の教団、通常の宗教団体に対しても、そこを配慮しなきゃいけなくなるわけですけれども、もう少しやっぱり、本来ではカルトというところを定義して、そこを規制する 法律にすべきだったと思いますが、そうでなかったとしてもですね、救済範囲をこう狭く使いにくいものに今なっていると思うんですが、ここは宗教法人に規制対象を絞っていれば、ある程度、もう少し深くですね、規制をかけられたんではないかと思いますが、なぜそうしなかったのか、理由についてお伺いいたします。岸田総理大臣。はい、審議法案は、この宗教法人以外が行う不当な寄付勧誘も対象とすべきものであり、宗教法人に絞る必要はない、このように政府としては考えました。宗教法人を対象とするか否かに関係なく、新法案においては、社会通念上、悪質、不当な勧誘行為について、現行の日本の 法制度の下で、最大限措置を講じております。このことによって、救済の範囲が狭くなったというご指摘は当たらないと考えております。青柳さん。救済の範囲が狭くなったという言葉はちょっと語弊があるかもしれません。救済の仕方が浅くなったと言った方がいいと思います。もう少しその裁判における不法行為、先ほど来から議論させていただいております、この困惑の定義、あるいはこう必要不可欠の話、それから債権者代位権の特例の行使の話、これ、今までご指摘してきたとおりです、非常に問題があると私は思っております、法律の実効性ということを考えればですね。ですから、そういった実効性の難しさ、これは先ほど来から言っているとおり、法技術、その法体系の中で最大限の努力はここだということなんだとは思うんですが、そういう難しさを発生させてしまっているのは、そもそもがこの主語が法人等で、すべての広くですね、あまねくさまざまな団体を規制対象にしたからだと思っているんです。そして今、岸田総理の方からですね、政府がそういうふうに思っているということ、なぜこの今回、宗教法人に限らずですね、広く
あまねくさまざまな団体をですね、規制対象にしたのかと、それは政府がそう思ったからですというだけの答弁だったんですが、ただ、それはですね、今回、冒頭、総理と大臣と2人にお伺いしたとおり、救済を目的とした法案なんだ、何の救済ですか、この議論はなんで今やってるんですか。旧統一教会のを、中心としたです、ね、カルトに対する被害者ですね、であれば、本来はこれ、主語はカルトであるべきです。それから、そうでなくても宗教法人であれば、これはさまざまな言い分あると思いますが、我々法律の検討する中で、この主語を限っていればです、ね、もっともっと裁判において不法行為の認定は容易であったと思いますし、今言われているような法律上の問題は、こういった議論もなかったというふうに思っておりますので、この点はです、ね、しっかりと考えていく必要があると思います。で最後にです、ね、今回ですね、冒頭申し上げたとおり、今回の審議、今の私の指摘の中でも、やはり解決されていないこの法案の問題というのはたくさんあります。ですから、こういったですね、明らかになった法案の足らざる点については、これは条文の修正、付帯決議を最大限、これは日本維新の会、立憲民主党をはじめ、野党の方からも出させていただいておりますので、これ、可能な限りですね、取り込んでいただいて、そして仮に法律が成立したならばですね、今後も必要な見直しを行っていくと同時にです、最大限の行政努力、先ほど来から繰り返し述べられておりますけれども、実効性を高める努力を政府として行うべきではないかと考えております。今日は被害者の方も傍聴席にいらっしゃっているということですが、やはり救われるべき対象の被害者の方々は、行政のリーダーであり、責任者である総理大臣、そしてその担当大臣である河野大臣、こういったお二方のこの決意といいますか、コミットメントの一言が非常にこの心をですね、安定させる上で、そしてまたこれからの希望を持つ上で重要なんじゃないかと思いますが、お二人から一言ずついただければと思います。じゃあ河野大臣から。はい、消費者庁としてもこの法案が実効性あるようになるものをしっかりやってまいります。岸田総理大臣。まず法律施行後の見直しについては、法律の執行の状況および経済社会情勢の変化を勘案し、しっかりと検討を行ってまいります。また法律の実効性を高めなければならない、これはご指摘のとおりであります。法律の実効性を高めるべく、法律の解釈の明確化、あるいは相談体制の充実、こうしたものに政府としてしっかり取り組んでまいりたいと思います。青柳さん。今総理からですね、今回このさまざまな法案作成のプロセスにおいて、総理をはじめですね、与党の皆さんともさまざまな議論をさせていただいてきましたが、そういった中で、一定のこう共通する思いというのはあったのではないかと思っておりまして、総理からこの法案をしっかりと今国会で成立させるように、こういう指示が下ったこともですね、与党内を動かした非常に大きな力だという意味で、我々は大変高く評価をしておるところですが、それに対して今のこの河野大臣の答弁は大変残念です。せめて主語はですね、私はというふうに言っていただきたかった、消費者庁はと、消費者庁はこうしますということではなくてですね、やはり行政のトップ、リーダーとして、その決意をお伺いしたわけですから、そのようなお言葉を聞きたかったなと思います。もう一点、あと2分ほど残っておりますので、もう一つだけちょっとお伺いするとですね、今回のですね、ここに至りますと、最終的にこの答弁の中で、政府がですね、どのような事例は救済の対象になるのかということを言っていただける、そういうことが非常に重要だというふうに考えております。そういった中でですね、ですね、これ協議の中で出てきた言葉なんですけど、この場で確認をさせていただきたいんですけれども、第4条6のですね、必要不可欠が対象としているのはですね、当該個人または親族に対するものというふうになっております。だこれについては、まだ生まれていない子どもの不幸とか、あるいは親族でない恋人の不幸、あるいは先祖が苦しんでいると言われた場合、
まあ、こういうことが実際に旧統一教会の事例では出てくるわけなんですが、まあ、これは親族とかあなたじゃないからダメだということではなく、まあ、それが自分の不幸だと感じるなら適用されると考えてよいか、これでは消費者 との内々の協議の中ではそうだというお答え聞いておりますが、改めてちょっとこの場でお伺いいたします。河野大臣。勧誘行為全体としてそれと同等程度の必要性や切迫性が示されている場合には適用可能と考えております。青柳さん。まあ、適用可能だということで確認させていただきました。まあ、引き続き我が党としては冒頭申し上げたとおり、最終最後まで被害者救済につながるような実効性の担保ということに向けてですね、努力を、最大限努力を行っていきたいと思います。質問を終わります。ありがとうございました。次に田中